になりままたた、えー、めさせていいいだきたいと思います、えー、今,月今日ですね1月22日はあ核兵器を非人道兵器として、えー、開発、保有、使用あるいは使用の威嚇を含むあらゆる活動を例外なく禁止する核兵器禁止条約があ発効してちょうど3年です、えー、核兵器廃絶国際キャンペーンの ICAN ですね アイキャンの事務局長のメリッサー,あー、パークさんが来日されましたので <laughs>、えー、日本記者クラブにお迎えして記者会見を行いたいと思います。えー、あの隣に座っていらっしゃるのは、アイキャンの国際運営委員の川崎明さんです、えー。ご登壇、あの、一緒にご登壇いただいています。えー パーク事務局長の略歴は皆さんの手元に配布しておりますので、えー、省略させていただきたいと思います。えー、今回はですね、パークさんは就任後初の訪日になります。19日から21日にかけて、広島と長崎を訪問されて、その後、 えー、今日こちらに来られて、えー、記者会見に臨まれます、あの先ほどお話,したらお話しさせていただいたのですが、ね、パクさんはもう、えー、就任後、とにかく早く日本に行って、えー、広島、長崎を訪れて、被爆者の方々とから直接お話を伺いとというふうに、強く希望をされていましたけれども、今回ですね、<ー>実現できたということであります。 えー、最初にですね、えー、パークさんから、えー、核兵器条約核、核金条約ですね、の第 2, 回第2回定約国会議の内容も踏まえ、条約の現状や今後の展望、日本への期待などを伺うものと思っております。 おりますえー、そのあとおしぎょうとに、移りたいと、いうふうふに思っています。えー、それでは、パークさんあの、この大変重要な時期に、来日されて、記、え、者、ー、会見に、えー、お越しいただきありがとうございます。それでは、あの、まずは冒頭のステートメントをよろしくお願いいたします。ありがとうございます、杉ビュさん。うん

内しは締約国として参加をしております。先週ですが、70カ国名の批准をサントメプリンチペが行いました。また、聞くところによりますと、インドネシアも近々批准をするということのようです。 残念ながら日本はまだこの核兵器禁止条約に署名を欲しておりませんしかも被爆者ごく最近広島・長崎でお会いいたしましたけれどもの非常に熱心な訴えがありそして日本の国民の圧倒的な 昨日、かか Today, I wish to reiterate ICANN's appeal to the Japanese government to reevaluate its position and join this crucial disarmament treaty. Japan should have been among the first states to sign it, but it is not too late for it to do so now. 繰り返し、アイキャンの日本政府に対する訴えを申し上げさせていただきます。日本はぜひその立場を見直していただいて、この重要な軍縮条約に加盟していただきたいと思います。日本は署名をする最初の国々の中に入っているべきではありましたけれども、今からでも遅くはありません。By Japan would make an important contribution to strengthening the global norm against the use and possession of nuclear weapons. Only by delegitimizing and stigmatizing these weapons will we succeed in eliminating them. But Japan to date has been unwilling to adopt this approach. 国際的なこの規範、それに対抗する国際的な規範を強化する上で重要な貢献をなすことになるでありましょう。その正当性をなくすということ、そしてこれらの核兵器にスティグマを押すということ、 そのことにより我々は廃絶を成功に進めることができるのであります。しかしながら日本はこれまでのところそのようなアプローチを取ることを避けてこられました。 Japan cannot lead on nuclear disarmament while it retains a reliance on nuclear weapons in its security policy. By promoting nuclear deterrence theory, Japan and other countries are increasing the risk of nuclear proliferation and undermining disarmament efforts. されるという幻想を供するものにすぎませんそして日本が軍縮の分野派で信憑性を持つことを大きく損なうことにもなりかねません端的に言えば日本はその安全保障政策の中でこの核兵器に頼っている ということをほぼやりつつもしかも核軍縮において世界を引きるということはできないということであります。核抑止の理論を推進することによって、日本をはじめとする国々は核の拡散のリスクを増大させているのです。そして軍縮の努力を損なっているのです。The risk of nuclear war is at its highest now since the Cold War. There are heightened tensions and major conflicts involving nuclear powers, renewed nuclear threats, an increase in the dangerous practice of nuclear sharing, a breakdown in arms control agreements, and a new nuclear arms race underway. are 大きな紛争、そして高まる緊張が今、各地に見られる、そして核の脅威が再び頭をもたげている、また核の共有という危険な観光も増加しつつある、軍備管理のさまざまな取り決めが今、破綻しつつある、そして新しい軍拡競争が進行中であります。 Humanity is at a critical decision point to go down the path of increased militarization, confrontation and nuclear proliferation a downward spiral that can only end in nuclear annihilation which the people of Hiroshima and Nagasaki understand only too well or it can choose the path of global cooperation and dialogue to address the threat of nuclear weapons 人類は今、重大な決定を行うときに立たされております。ますます軍事化、対決、核の拡散の道を歩み続けるのか、これは核による大量死に行き着くという下降スパイラル以外の何者でもありません。 広島や長崎の方々はこのことをよく理解しておられるでありましょうあるいは世界的な協力と対話の道筋を選ぶこともできるはずであります核兵器の脅威に対処するということですで幸運なことに核兵器禁止条約はその廃絶に向けての道筋を提供しております It is time for Japan to show principled moral leadership on this issue, as it is in the unique position to do, having been the only country to be attacked by nuclear weapons in conflict. Leadership is about taking the first steps, departing from the old way of doing things, setting an example for others to follow. It means dispensing with the dis misguided notion of the nuclear umbrella and joining the TPNW. 日本は非常にユニークな立場に立っているからこそ主義主張法に裏打ちされた道義的な指導力を示せる時であります。その機間熟していると言えるでありましょう。日本は唯一紛争の中で核兵器の攻撃を受けた唯一の国という立場にあるからであります。リーダーシップというのは 最初の一歩を踏み出すすとということですそして、昔ながらのやり方を変えるとということですそして他の人々が追随できるようにお手本を示すということであります。ということは核兵器禁止条約に加盟をするそして誤った考えである核の傘という考え方を捨てるということです。 Japan's absence from the recent meeting of states parties to the TPNW in New York was disappointing, given that more than 30 other non parties observed the treaty meeting, including my home country of Australia and NATO countries, Germany, Belgium, and Norway, which also have strong military alliances with the United States. 定約国会合に出席をされなかったということは、まさに失望を覚えることでありました。しかも、定約国ではない30以上の他の国々がオブザーバーとして参加していたにもかかわらずであります。その中には、 私の本国であるオーストラリアそして NATO の加盟国であるドイツやベルギーやノルウェーも含まれておりましたで、これらの国々はアメリカ派と強力な軍事同盟を有している国々でもあります Still other countries with strong military alliances with the United States have joined the treaty such as New Zealand, Thailand and the Philippines この条約には、例えば、ニュージーランドやタイ、フィリピンのように、米国と強い 同盟国関係を築いているような国々も加入しているの法廷があります。ということは、条約に加盟するということは、アメリカ派とのこのような関係を損なうような、そ,のそれを妨げるようなことにはならないということです。Though the TPNW is still a new treaty, it has already had an impressive impact. Most importantly, it has brought humanitarian and environmental concerns to the fore of the debate about nuclear weapons. Through its Articles 6 and 7, it provides a mechanism for victim assistance and environmental remediation, which is uh, very significant for the Hibakusha. And it is an area that Japan could uh, usefully contribute to. また、核兵器禁止条約というのはまだまだ新しい条約でありますがすでにもう大いなる影響を及ぼしているということがあります。また、より重要なことは核兵器に関わる議論の前面に人道性いわゆる核兵器の非人道性並びに環境面での懸念を 持ち込んでいるととうことがあります条約の第6条と第7条の中には被害者援助並びに環境修復に関するメカニズムも書き込まれております。これは特に被爆者の皆さんにとっては重要な規定と言えるでありましょう。また日本はこの面でも 非常に有益な貢献ができるはずであります。また、本条約はもう何十年も前に行われた核実験の規決をもう長年、 The treaty has prompted banks and other financial institutions to divest billions of dollars from the companies that manufacture nuclear weapons because they are now banned. It has solidified the international consensus. また、本条約により、今、核兵器は禁止用法されたということで、核兵器を製造する企業に対する銀行をはじめとする金融機関が、何十億ドルもの投資、資金を引き上げるということになってきております。また、の核の脅威、これは、 明ー的なものであっても、あるいはあこの暗示的なもの法であっても、決して受け入れられないものであるという国際的なコンセンサスをさらに強化するものとなっています。And the treaty has exposed the dangerous Morally and legally. It is based on the threat to wage nuclear war, which would kill millions outright and lead to a nuclear winter, and mass starvation that recent research shows would kill billions of people. Deterrence also encourages proliferation. Since the more nuclear armed states and their allies insist that nuclear weapons are essential to their security, the more other nations will want to join that club. また、さらに核抑止の危険な愚かさを本条約はあらわにしております、えー。国連の条約の中で、地球情報の生命の未来に対し、核抑止がどれだけ脅威をなすのか、ということをうたった条約はありませんでした。 抑止というのはもう受け入れられません。というのもそれは数百万人もの人々を直ちに殺してしまうような核戦争を取り行うという脅威をもとにした考え方だからであります。またさらににに実際核核戦争になれればそれは核の冬 そして大量の木がにも結びつくと、そしてこれは最近の研究によりますと、数十億人の人々がそのことによって死んでいくだろうとしております。だからこそ抑止は道義的にも、また法的にも受け入れられないということです。また、抑止によって拡散がさらに奨励されてしまいかねないということがあります。各 武器、武装国とその同盟国がやはりこの抑止ということを主張することがその安全保障保障の政策の中であれば、それはさらにそれに入ろう、そういうクラブに入ろうとする国々を増やしてしまいかねないということがあるからです。is also deeply flawed. Since it assumes 100% rationality and predictability by all actors, including one's enemies, 100% of the time, which is an extremely bold assumption to make. There are also many things that can't be deterred, such as accidents, miscalculations, unhinged leaders, terrorist groups, cyber attacks, and mistakes. The large number of nuclear weapons on high alert launch status. またあ、抑止というのはあこの大きく欠陥を,を,を秘めております。というのも、抑止の前提となるのはすべての主体が100% 合理的にまた予測可能な形で行動を取るということを前提にしているからでありますその中にはこの敵国も含まれる敵国や敵たちも100%常に合理的に行動するのだということを前提としているこれはあまりにも大胆なやはり予測に基づいていると言わざるをえませんまた 多くの国々、多くのことごとで抑止できないようなもの、例えば事故ですとか、誤算ですとか、正気を失った指導者たちとか、テロ集団、あるいはサイバー攻撃、あるいは単なる間違いといったようなことも十分起こり得るわけであります。えー、多くの核保有国が核を いつでも発射できるような即応体制を強いているということ、そして核兵器と通常兵器を合同法で指揮する司令体制を持っているということ、また軍がますます人工知能を使うようになっている昨今、事故や間違いが起こりうる可能性は高まってきていると言わざるを得ません。 There have been many accidents and nuclear near misses over the decades, and it is sheer dumb luck rather than good management or system integrity that we are all still here to talk about it. I'm sure you're all familiar with the concept of a risk assessment matrix, which is based on two intersecting factors the likelihood or probability a risk event will occur. And the potential impact or consequences uh, the risk event will have. When you combine what deterrence advocates may call a low likelihood event of the use of nuclear weapons with what would undeniably be catastrophic consequences, you end up with a high risk that needs to be managed. When you're talking about civilization ending weapons, これまで何十年にもわたって多くの事故あるいは核のニアミスが起こってきました我々は全く幸運以外の何物でもないと言わざるを得ません今我々がここに座って皆様とお話ができること これはこの管理をしっかりやってきたとかあるいはシステムの健全性がうまく機能していたということではなく我々は単にとても運が良かったそれだけであります皆様はリスク評価マトリックスという概念をご存知だと思いますこれは2つの交差する要因から成り立っております可能性あるいは あるリスクイベントが起こる確率ということが1つともう1つはそのリスクイベントが起こった際の影響とかその危険潜在的な危険この2つを組み合わせたものであります。抑止を提唱,提唱する人々が言うところの核兵器の使用法の確率が非常に低いだろうというイベントということ。 と、さらにそれに足し合わせて、疑いもなく破滅的な結果に終わるだろうということ、その二つを合わせれば、もうハイリスク以外の何物でもない、そしてこれは管理されなければならない、文明を終わらすことができるような兵器について議論する際には、ゼロを上回るリスクは とても受け入れられない、ゼロ以外のものは絶対に受け入れられないということであります。端的に言えば。核兵器を廃絶することこそが、しっかりとしたリスク管理と言えるのです。Disarmament is also imperative legally and morally.。There is no use of nuclear weapons that could be consistent with international law.。Given the indiscriminate and disproportionate killing of civilians。 法的にも道義的にも軍縮こそが重要な命題となっていきます核兵器の使用法であって国際法と相入れるようなありようはありえません無差別に

To discuss the importance of the TPNW, to deepen ICANN's engagement with the residents of these cities. I met with the mayors of each city, the governor of Hiroshima, representatives of peace organisations, educators, and students. I also met with several hibakusha who shared with me their first hand accounts of the atomic bombings and expressed their yearning for nuclear abolition. ここ数日、初めて私は広島及び長崎を訪問させていただきました。核兵器禁止条約の重要性について議論をさせていただく。そして、この2つの都市の方々とアイキャンがどのように関わりを深められるのか、お話し合いを持つことができました。 長崎、広島派の両市長ともお会いいたしましたし、また広島県知事ともお会いいたしました。また平和団体の代表の方々、教育者、学生の方々ともお会いいたしました。また何人かの被爆者の方ともお会いをいたしましたあ。彼らは原爆の実体験を私に したそして核の廃絶に対する、えー、この情熱を表明してくださいました。 can never be morally justified. i hope that decision makers in tokyo will listen carefully to the hibakusha's dire warnings and heed their call to join the tpnw or uh, at least as an observer uh, in the first instance. as they have said time and again, humanity and nuclear weapons cannot coexist. Arigato. Bari bari ガザやウクライナその他の戦争が,が遂行されている地区で見られるような暴力、えー、死苦しみ破壊に無関心になってはならないのであります。日本において80年,80年前に見られた大規模な市民の殺戮ということ。 そして今世界の各地で見られるような、そのような暴力行為は道義的に絶対に正当化できないものであります。東京におられる政策決定者の方々には、ぜひ被爆者の方々の滅亡、そしてその警告に耳を注意深く傾けていただきたいと思っております。そして その訴えにこ応して核兵器禁止条約に加盟するかあるいは少なくともオブザーバーとして参加していただければと思っております。というのも何度も何度も皆さん言っているはずであります人類と核兵器は決して共存できないということを。 はい、えー、あれが、あのパークさん大変あの力強いメッセージをいただいてありがとうございます。本当にこの、えー、世界であの大きな戦争が二つ続いてますし、えー、いろいろこうお金も紛争がたくさん続いて混乱の時期、えー、それからこの、えー、アジアにおいてもですね、えー、こう、まあ、動揺が見られる時期に、えー、この改めて。 えー、核兵器禁止のですねメッセージをこの日本で、えー、発していただくことは本当に意義あることだと思います、えー、どうもありがとうございましたあのお、ちょっと言い忘れましたけど、本日はあ通訳はあ西村あよしみさん、サイマルインターナショナル、それから私はあ日本記者会部の企画員で共同通信の杉田でございます、それではああの皆さんからですね質問を、えー、受けたいと思います。えー Thank you very much for a very powerful message, Ms. Park. Uh, there are two major wars uh, still ongoing in the world, and there are many other conflicts seen uh, in the different uh, the places. Uh, the world is plunged into a chaos, and we see uh, a, 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 a confusion uh, and the wavering status, even in her Asia. So thank you very much against this backdrop for giving us a very, a strong uh, the message against uh, the nuclear uh, the weapons. Uh, let me also introduce myself. I am Sugita with the Japan Press Club, uh, the member of the planning committee, and we have Miss Nishimura from Simon International as interpreter. Now I would like to open the floor for question and answers. <laughs> えー、中国新聞というあの、広島日本社があります。新聞社の記者で樋口と申します。今日は、ありがとうございました。貴重なお話。えっと、簡潔に3点伺います。えー、一つはですね、えー、横に座っている川崎さんもいつもおっしゃってるんですが、岸田総理というのが広島出身の今、日本のトップで、 えー、広島出身じゃない、ね、広島選出の政治家であり、核兵器のない世界というのを掲げておられます、えー、ただですね、条約にはさっきおっしゃったように参加してないということで、岸田総理に求めること、政府というよりも、岸田さんが総理だからこそ今で生きるんじゃないかっていう点があれば、お願いします。そそそれれれととととともうううつがでででですね、えー、っと広島長崎に行かかたといいいことでそここ改めてこれまでのその思いというか条約をずっと 制定に尽くしてこられたと思うんですけど、制定とその普及にです、ね、尽くしてこられたと思うんですけどその思いを広島、長崎で強めた部分があったら、うん、お願いしますで最後は、えーと、ちょっと細かい話で恐縮ですが、あの被害者救済のための信託基金というのを準備されていると思いますが、これの設立時期ですとか、えー、会合を、設立のための会合、どの国であるとか、そういったことがもし決まっていれば、見通しで構わないので、お願いします。 my name is higuchi. i am from the chu Shimbun newspaper, which is headquartered in hiroshima. i would like to ask three questions briefly. my first question is, as mr. kawasaki has, already, or has always been advocating, since we have mr. kishida as a prime minister, who is a politician who has been elected from the hiroshima prefecture, uh, so uh, perhaps uh, there can be something that could be done, as uh, he has been advocating, uh, to uh, create a world without uh, the nuclear uh, the weapons. Had uh, always, although uh, Japan has not yet joined uh, the, the TPNW. Uh, so my first question is not the government of Japan as a whole, but since Mr. Kishida is now the prime minister, the head of uh, the government. Uh, do you think that there is anything uh, that uh, Japan will be able to do, or something that you could suggest uh, Japan uh, to do because uh, he is uh, the prime minister right now? Uh, my second question uh, is you have visited uh, Hiroshima and Nagasaki uh, this time, so once again, as you have dedicated yourself uh, in uh, uh, first uh, uh, the creating uh, the uh, the tpnw and uh, now uh, being head of i trying to maintain and promote uh, the, uh, the treaty uh, is there anything that uh, you have learned anew or perhaps how uh, you have been able to freshly freshly uh, remind it to yourself because you have visited hiroshima and nagasaki at this time anything new or anything that uh, freshly uh, reminded you uh, in your activities uh, in trying to promote uh, the uh, treaty my third question is, uh, the, uh, I understand uh, that there will be a trust fund uh, for the relief of uh, the victims uh, to be established in the, the future. So uh, if you could give us uh, some, uh, the ball, the park, uh, uh, the figure of when will be the timing for establishing that particular fund and in which country will uh, the conference be held uh, to uh, establish this fund, uh, as so far as you will be able to disclose? Is that for me or for you? <laughs> because I heard your name. Three or all present to you. OK. OK. Arigato, uh, for those questions. Um, well, the first thing uh, i would say uh, for prime minister kishida, whose family is from hiroshima, is that japan should observe the tpnw in the first instance. we would advocate that japan join, but we understand it as a step, step to, the, uh, to joining, that japan observe uh, the treaty, uh, the meeting of states parties the next meeting of states parties, uh, 3msp, as it's known uh, in shorthand, uh, will be next, early next march in new york. and it will be hosted by kazakhstan as president. and because it's kazakhstan, kazakhstan, uh, which uh, was a location where russia tested its nuclear weapons. kazakhstan has been deeply affected by uh, nuclear weapons testing, and there are many uh, survivors. Uh, and multiple generations of uh, those impacted by health consequences. Um, so, the, the International Trust Fund is a key issue for Kazakhstan uh, and for Kiribati, which uh, is also uh, co chairing the Victim Assistance and Environmental Remediation Work, uh, Working Group. And so, uh, this is an area because of Japan's experience. Uh, knowledge in this area. it's uh, hiroshima and nagasaki. this is an area i think that japan could play a very constructive expert role in contributing to the discussions in the intercessional work until the third meeting of states parties. The, the, the international trust fund itself will be something that is talked, discussed by the parties at that next meeting, the third meeting of states' parties, but the um, intercessional work on victim assistance and environmental remediation will take place before the meeting. Um, sorry. <laughs> ごうもありがとうございます <Sorry. S 1> まず、岸田総理が広島選出の政治家であるということに関して申し上げたいのは、まずは日本は核兵器禁止条約にオブザーバーとして参加をしていただきたいということであります。我々としてはははいずれはやはり えー、この条約風に加盟をしてほしいと思っておりますけれども、しかしそのためには日本は一定の段取りを踏まれていかなければならないだろうということも理解をいたしますので、まずはオブザーバーとして参加をしていただければということです。そして次回、第3回目の締約国会議でありますけれども、3月の初めにニューヨークで開催されます。そして主催される議長国、これはカザフスタンになります。 カザフスタンという国は、ロシアが核実験を行った場所でもあります。ということで、その核実験の大いなる影響に苦しんでいる国でもあります。被爆をされた方々、何世代にもわたって健康を害しているということがあるわけであります。また、この、えー ですから、国際的な信託基金という問題はカザフスタンにとっても重要な問題ということになります。また、この被害者援助並びに環境修復の作業部会の共同議長国をキリバスが務めております。 日本は広島長崎の原爆の経験が終わりということなので、いろいろな知識もお持ちだと思います。ということは、専門的な役割ということに日本は建設的な貢献ができるはずであります。議論の中でも。で 第3回の定約国会議までの、いわゆる定約国会議と定約国会議のそのセッションの間の期間に、こういう作業部会などが会合を持ちますので、参加をしていただければということです。国際信託基金についての議論は次回の定約国会議で行われるはずでありますけれども、先ほど申し上げました作業部会は、その定約国会議の前にも開催されますので、 Um, I note that Australia, as I mentioned earlier, Australia, uh, which also has a strong military alliance with the United States and is part of the nuclear umbrella, uh, was an observer to the first and second meetings of states parties. Australia is also very interested in the victim assistance and environmental remediation work. Uh, Australia was a, a place where. The British uh, conducted nuclear weapons testing, and there were many Aboriginal people and veterans affected by uh, those that, those tests, and who are still affected today with their health consequences, and among are down with generations. So, as a practical matter, I would think Australia has, in the past, uh, had joint initiatives with Japan. Uh, in 2008, there was the international commission on nuclear non-proliferation and disarmament, uh, co-hosted by the former japanese foreign minister and former australian foreign minister. Um, that kind of uh, relationship would be uh, developing that in relation to victim assistance and environmental remediation uh, as observers at the meetings of state parties could be a really positive constructive way for japan to participate in this process. Uh, and, uh, and I think really um, add value. Um, there is another working group that was established at the second meeting of States Parties of the TPNW that is being led by Austria, and that is into uh, deterrence and that into the looking at the uh, issue, the, the evidence around the humanitarian and environmental consequences of nuclear weapons use, the risks. As I was talking about earlier, of the use of nuclear weapons and the evidence around that, and sort of contrasting that with the alleged benefits of nuclear deterrence, and uh, and, and seeing where where uh, where the scales end up, I suppose, and that's something that Japan could also uh, contribute to, but if it did not want to participate in, in the working group um, on that issue, Japan also has its own international panel of eminent persons and that the previous chair of that panel, the previous panel, actually said that uh, deterrence is a very dangerous theory and strategy and the panel, japan, should be developing an alternative security framework. so that is an issue i would really encourage japan to take up uh, and to look at seriously from the perspective of risk. 先ほども申し上げましたように、私の国、オーストラリアですけれども、アメリカとの間で強力な軍事同盟も結んでおりますし、またアメリカの核の傘に入っているということがあります。しかしながら、オーストラリアは第1回並びに第2回の締約国会議にオブザーバーとして参加をしておりましたし、また、この被害者、 この支援、環境保修復の取り組みにも大いに関心を持って参加をしてまいりました。というのも、オーストラリア派は英国による核実験の影響を被ったという経験もあるからであります。特にに先住民アボリジニ並び退役兵 が大きな影響今でもその影響に苦しんでいる何世代にもわたってその影響を被っているということがあります。また、オーストラリアは,は以前日本と協力をし2008年からでありましたけれども両国の外務大臣が率いるという形で核不拡散並びに軍縮に関する この国際委員会を共同で推進するということをやっておりました。その関係をさらに発展させて、その被害者救援、環境修復にオブザーバーとして、定約国会合に参加をするという形で協力が進められればと願っております。 日本がそのような形で取り組めば、これはポジティブで建設的な、さらに価値を加えていただけるような貢献をしていただけるものと思っております。もう一つ、これは第2回の定額国会議で立ち上がったものになりますけれども、オーストリアが主導する形で、抑止に関する議論というのが進んできております。どういういいい問題ををはらんでるるののかあいわゆる核兵器を使用した際の非人道的な あるいは環境面での大きなその結末ということをほぼ見つつ、やはり核兵器の使用がどのようなリスクをはらんでいるのか、そしてそれと対照してと主張されている、いわゆる核抑止のメリットというのを比較し検証をしようという議論を続けているということであります。 日本もその作業部会に参加をしてくれとまでは申し上げませんけれども、議論にやはり貢献していただけるのではないかと思っております。というのも、日本は核兵器のない世界に向かうための賢人会議というのを立ち上げてらっしゃるということがあります。そして今回の賢人会議ではなく、以前の賢人会議、の法議長、の方法,法から 実は抑止というのは、その理論としても、また戦略としても大いに危険をはらむものであるという意見が出されていたということがあります。日本は安全保障の枠組みとして、それに変わるものを策定すべきではないかということも提案をされております。ということで私は日本に対しては、このようなリスクを お見直しててていいただいてぜひとともそのよよううなな議論ににつながるように、えー、奨励をできればと思っております I understand there's some anxiety、uh, in Japan、uh, about upsetting Americans, upsetting America by participating in the TPNW. But it's my belief that、uh, And from my conversations with uh, countries, representative countries that have either joined the treaty or, or participated as observers, that there has been no consequences from, from doing so, from the perspective of the United States. The United States is a very pragmatic uh, country. Uh, it acts always in its own national interests, and it expects that other nations will do the same. Uh, and with Japan having been the only nation that has uh, ever been bombed with nuclear weapons in wartime, uh, I don't think there would be any surprise or judgment uh, from the United States if Japan were to participate in these processes. Um, in relation to the third question about uh, what uh, I have. Might have learned anew from visiting Hiroshima and Nagasaki. Uh, I think there is no substitute for going to uh, places um, and meeting people and talking to people face to face about their experiences um, i uh, when I was in uh, Hiroshima and Nagasaki, I, I talked to people about the fact that when I served in the United Nations um, as a lawyer, uh, I, I worked and lived in Gaza for some years. And uh, during that time, I attended a commemoration ceremony for Hiroshima and Nagasaki in August 2002, so 22 years ago. And it's, uh, I've never forgotten, uh, there were hundreds of Palestinian school children, who um, had made little paper boats with candles in them. Uh, they lit the candles, set them afloat on the water in Gaza harbour. It was incredibly um, beautiful and moving that uh, here were children who were themselves being subjected to bombing on a regular basis.

この核兵器禁止条約に加盟をした、あるいはオブザーバーとして参加しているいろいろな国々の代,表の代表と話をした限りにおいては、特に何かアメリカからこの不利な、あるいは悪い影響を被ったということは聞かされておりません。 アメリカとの関係が何かマイナスの影響を受けたということはないということであります。というのもアメリカという国は非常に実際的な国であると常に自らの国益を考えて行動する国でもあるということは他の国も同じように自らの国益を元に行動するんだろうというふうに考えていると思われるからであります。しかも日本は核兵器 えー、戦争中に核兵器の攻撃を受けた唯一の国でもあるということ、その立場からして、えー、この核兵器禁止条約のプロセスに参加をしたとしても、アメリカは驚いたりとか、何か否定的な判断をするということはないと思われます。それれかから3番目のご質問にに、えー、関係してでありますけれども何か広島や長崎に今回、えー いったことによって新たな学びがあったのかどうかということでありますけれども現地に実際に行ってそこの人々とお会いをしてそして時間に話すということそういう経験に変わるものはないと私は実感したということです。私は広島長崎を訪ねましてその時に 国連に報職していた時のことを思い起こしました。私は法律の専門家として国連で働いていたんですけれども、ガザにも数年住んでいたことがあります。で、その間、ちょうど22年前の8月だったと思いますけれども、広島と長崎を追悼する式典がガザで行われた。それに出席をしたことを思い起こしました。 パレスチナの人々、そして子どもたちが小さな船を作って、それにろうそくを立てて、それをガザ湾の水に浮かべて追悼をしていたわけであります。非常に感動的な式典でありました。その子どもたちは自分たちも何度も何度も爆撃を受けている、そういうさなかにありながら、昔の同じような、やはり暴力にあった子どもたちのことを And I realized while I was in Hiroshima and Nagasaki that when I was meeting the Hibakusha, I was meeting the children who had been honored and remembered by the children of Gaza. Uh, the children; those children were now in their 80s and 90s. 広島長崎に今回、参りまして被爆者の方々とお会いをいたしました。で、その時、思い出したわけです。ガザの子どもたちが、追悼をしていた子どもたち、その子どもたちが今、80歳、90歳代になって、目の前にいらっしゃるんだと。And they were children at the time of the bombings. They were children who witnessed their Their family members and their friends dying horribly in front of them, who witnessed the wretched uh, parade of uh, human souls burned with skin hanging off like rags, uh, begging for water. They witnessed that as children, and they have carried those stories and told them again and again and again in the hope that the world.

はずであります。しかもおこの皮膚が剥がれ落ちて、しかも喉が乾いて水を求める人々の行列も目撃していたはずであります。で、だからこそ私はこの決してあのような参加を繰り返すことのないように世界、そして指導者たちに彼らの声に。 And so, what I learned was the importance of not only telling, not only having the rational arguments about risk and uh, uh, why uh, countries should ad uh, join the TPNW and those issues, but it's about Connecting the head and the heart. You've got to tell the stories. You've got to tell the stories of the people of the Hibakusha uh, because y you're not going to change policies and governments and, and, and uh, government opinion and, and leaders' opinions by simply appealing to them rationally. Um, you have to actually get them to care.

のことよりも私は頭と心をつなげてそして、やはり被爆者たちの語りついていることを繰り返し繰り返し物語として語っていくそしてそれに耳を傾けるそれに変わるものはないと思っております。政政府ももそして政策立者たちも 理性的に物事を議論するのではなく、そういう物語をしっかり心で聞いて、そして人間にどういう影響を核兵器が与えうるのかを理解をしてほしいと思っております。 はい、えー、ありがとうございました。あの一問ちょっとあのオンラインで、えー、参加されている方ですね、えー、共同通信の太田さんですね。えー、どうぞあのご質問ください。Thank you very much.This is the m a s t Author with k y o d o News Senior Writer.I have a one question, of Minister Park, and you、totally、denied the EU totally d e n i e d the i r r e g a l i t y and the practicality of the、year. Nuclear deterrence. What about the uh, case of the uh, conventional deterrence? Also, you wanna try to deny the uh, conventional deterrence? You know, uh, we need a defense policy. So, in order to in order to decrease the load of nuclear weapons, conventional deterrence might be our alternative. Somebody says. So, how do you think about the uh, conventional deterrence? That's my question. Thank you. Well. Um i am uh, the executive director of the international campaign to abolish nuclear weapons. Uh, nuclear weapons are weapons of mass destruction. they are the worst weapons ever devised. the atomic bombs that dropped uh, were dropped on nagasaki and hiroshima would be considered today as uh, small tactical nuclear weapons. so the nuclear weapons that exist now are. Much more powerful uh, and uh, would have even a more devastating effect on uh, millions of people. Um, so, uh, I, I'm not sure. Uh, I, I, my, my objective, our objective as a civil society uh, campaign, is the abolition of nuclear weapons. Uh, and I, I think that. Um, <clears throat> uh, there have been campaigns to ban landmines and cluster munitions, uh, biological and chemical weapons. Uh, those ca campaigns have largely been successful. Uh, they've started with prohibition uh, and they have delegitimised and stigmatised those weapons so that they become legally and morally unacceptable to use. This was the same uh, campaign model. That uh, ICANN has followed, and uh, as a result, we now have the TPNW. Uh, I, uh, I don't have any comment on conventional deterrence because uh, that's not uh, my area of work. Uh, Did you want to add anything? No, that's okay. Oh, okay. 共同通信の大田です。私の質問ですけれども、パーク事務局長に対してでありますけれども、核の抑止について、これは合理性がない、法律情報もないという話をされたんですけれども、それでは通常抑止の方はいかがでしょうか、それも否定されるんでしょうか、いわゆる防衛政策として通常兵器を使った抑止というのをどう考えていらっしゃるのか。 でお答えですけれども、私はアイキャンの事務局長として、まあ、核兵器、大量破壊兵器の一つである核兵器は人類が生み出した最悪の兵器だと考えております長崎広・広島に落とされた原爆というのは今の基準から見るならばこれは小型戦術核兵器に相当するということで 今現在の核兵器というのはその何倍、何十倍、何百倍もの破壊力を持っている、もう一発で何百万人という人を殺すだけのやはり力を持っているということであります。 でどのようにお答えしたらいいのか、我々の目的、いわゆる市民社会の目標というのは、あくまでも核兵器を廃止していくということであります。これまでもいろいろな兵器に対するキャンペーンというのが払られてきました。例えば地雷とかクラスター爆弾とか生物兵器、化学兵器に対しても、 これは多かれ少なかれ成功してきていると言えると思うんですけれども、まずは禁止ということを求めるというところから始めて、そして人間の尊厳ということで、道義的に絶対に許せないというところまで議論を進めていった、そういうキャンペーンを i c a n ンはモデルとしてきたと、そしてその結果として、核兵器禁止条約にようやく行き着いたということであります。 で通常法抑止については私専門分野あ、私の専門分野ではありませんので、コメントは差し控えさせていただきまつません、ちょっと一点よろしいでしょうか、はい、あ今、i c a の,、はい、の,の,のメリッサ・パーク事務局長からあ、核兵器禁止のキャンペーンというのは、うん、そこに集中してあるのであって。 核兵器以外の軍事力による抑止力の問題はまあ議論の対象外であるというようなまあ説明があって、それはその通りなんですね。で、ICAN というのは核兵器廃絶のために、その他のさまざまな問題の違いを乗り越えて、世界中で集まっているということではあると思います。たただだ補足をさせていただきますすと、I、はこのの、核兵器禁止条約がですね、えー、安全保障の 枠組みになっていくというふうに考えておりますそれは核抑止を乗り越えた安全保障の枠組みでありますそれはどういうことかと言いますと一つは多国間の条約によって多、えー、国間の協力を強めることによって安全保障の枠組みを強化するということが一つ それからこの核兵器禁止条約の中には核兵器の廃棄に関する検証システムですね、えー、そういったものも規定をされていてこれを今後締約国会議の中で強化をしておきますそういったものがどんどんと強くなっていくとそうした多国間の枠組み検証能力の強化ということが当然にして、えー、軍事力そのものへの依存を 減らした形での安全保障を達成する道につながっていくと、そういったこともですね、この核兵器禁止条約は可能にしていくと、いうことを ICAN の取り組みの中でもみんなでこう議論しているということを付け加えておきたいというふうに思います。Yes, and、um, I recall that、uh, Albert Einstein、um, made a comment after world war ii, where he said that uh, the unleashing of the atom has changed everything, except our modes of thinking. and um, we are headed for catastrophe unless we can uh, adopt new ways of thinking. and uh, heading down the, we're always better as humans uh, when we seek understanding. Rather than confrontation, uh, when we engage in dialogue rather than war, when we make art and music rather than bombs. Uh, I think we have more in common than we have differences. Um, we all want to live lives of dignity and peace and in harmony with nature, um, and nuclear weapons simply don't belong on our planet. ご記憶されている方もいらっしゃるかと思いますけれども、アインシュタインは第二次世界大戦の後、次のようなことを言明しております。原子を解き放ったことによって、全てを変えてしまった。 人類は破滅に向かわざるを得ないただし、新しい考え方を採択すればその限りではないと、で常に人類というのは理解をしようということのほうが、対決よりもより良い未来を築くことができます、戦争ではなく、対話派によって物事を進めるということ、爆弾を作るのではなく、 我々は違違い相点点よりも共通点の方が多いはずであります我々はやはり人間として平和を希求する自然との調和を希求しているはずであります地球不情報に核兵器は必要ないということです喜びをもたらすものではないからですそれが我々の基本のメッセージであります はい、えー、それではですねこの辺で、えー、ちょっとあの時間を、えー、10分近くオーバーしてますのでここで終わりたいというふうに思います、えー、あのパンクさん本日は大変忙しいスケジュールの中で、えー、お越しいただいてありがとうございました非常にあの心のこもったあまた使命感があふれる、えー、お話を伺いました。 えー、広島でのあの長崎でのあの体験もですね、えー、まああの非常に心打つものがありましたしあるいはガザの紛争でもにもですね、えー、まああのに関するお話もしていただきました、えー、まああのまた今後もですね、えー、ここの日本記者クラブに、えー、ぜひあのお越しいただいて、えー、さらにあの えー、いろんな議論を続けていきたいというふうに思います,いいす、えー、それではああ、パークさん、えー、川崎さんうどうもありがとうございました、はい